二人考えていい次。二人だけでやっていいじゃん。二人だけでやっていいよ。超絶簡単なのやっていいじゃん。え、じゃあその回カオスにしていい人。うん。オッケーオッケー、いいよ。じゃあ俺行っていい。あ、もう一人決めた。あ、ちょっと待って。短すぎんなこれ。いいよ別に。思いかしたらね、俺聞き取れないかもしれない。おお。一人目石井ちゃん。おお。二人目男爵芋。うわあ。あっちのあの役割しかねえな。え、もうこれもうネタ枠だよ完全に。いやいいよ。さっきみたいにもうねこれかって感じできない。いや聞いてるねじゃあ。あ。答え言ってるからねこれ。10秒あるもん。ちょっと待って。男爵芋。男爵芋だっけ。ああ。ホクホクの人だよね。ホクホク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 。そうそうそうね。はい。で、ポイントね。ログキーは。ログキー。ログキー。ログキー。ホクホク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 。いいぞいいぞ。両方出せる。だから両方同じさ怖い色だからさ、ああ切り返しやすそう。じゃあやるね。ああ男爵芋。もう大丈夫か。吐くか。顔が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 入った。超面白い。ちょっとさ、もう答え分かったけどさ、もう一回やってくれて。大丈夫か。吐くか。ほぐ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 もう絶対分かってんなって思うでしょ。いや逆にこれ分かんなかったらもうやばい。これはもう俺は悪くねえよ。もう空寸の番が一番分かんないぐらいじゃないよ。そうだね、うん、その場見てないから。ただ吉さんはこれ分かってくれないと困る。これ分かんなきゃやばい、うん、もうネタ使うの禁止になっちゃう。これ伝統芸でしょ。伝統芸。もうでもね、星野で言えばさ、やっぱりかって同格ぐらい。お前誰だっけって言われるもんね、うん、俺分かんなかった。吉さんで、うん、じゃあ逆バージョンね。うん、動く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 。全力でネタに走るしかないなと思って。なるほどね。ああ。誰も。じゃあ次俺も分かりやすいシチュエーションするわ。人をなんか変なのをくれれば面白いことに。格の人物 OK？ まあできればね。いいよ。西田と結び。あ、いいよ。うん、あともう一人、もう一人くれ。もう一人、もう一人。じゃあ、じゃあ清子。清子か。清子、清子やめよう。清子やりにくい。ちょっとじゃあ、西田の娘、うん、じゃあね、じゃあ清子と西田の区別がつかせにくい、ちょっと。あ、じゃあね、OK。 石村、娘、じゃあね、稲垣。石村、娘、稲垣。ああ、片方西田の方が面白いかもしれない。どっちかな。どっちか、どっちでもいいよ。石村と、石村と、まあ、正直言えば、ああ、石村、ブスミ、西田が一番面白い。あ、じゃそれでいい。俺が好きなさ、配役にしていいんだよね。いいよ。キャラにも出てるよ。じゃ、いくよ。うん。でもこれ、ほしい、分かってしか笑うと思う。
らっしゃいますね。もうよく寝てんな、お前ポチョミな。わかった。ポチョミお前さ、こいつさ、口半分だよ、お前。正直ね、ぬるま湯の時点じゃ分かんなかったけどね、寝てるって言った瞬間あれだと思った。もう、はい、もういつもこう、もう、もう。いや、まあとりあえずこちらぬるま湯の方入れていこうと思います。はいはい。お、これなんだ、え、起きた、起きてないこれ、え、なんだ。これは飲みましたね。ミカさん、いいや、もう一回ちょっと飲ませてみ、これで。また飲むよ、絶対。むにゃむにゃむにゃ。じゃあ、今日は二度目、いきますよ。あ、寝たんま、こいつ。ボクミン？ボクミン？ボクミン？さすがに起きただろ、これ。すごく来ただろ、これ。いやいやいや、石村くん、これは起きてませんよ。あ、そうそうさ、あれの時間じゃね？石村くん、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 石村くん。あ、やべえ、こいつ。こいつ、あれの上で寝てやがる。大きいね、こいつ。じゃあ、今度はこちらをこの足に今日はしてみましょう。どうかさ、なんでボケボケしてんの、これ足。よくわかりませんね。あ、起きたようですよ。おはようございます。はい、はい、なるほどね、はい、そういう早く言っちゃった、うん、沖縄の俺の寝起きドッキリでしょ。うん、まあまあ面白かったでしょ。気づいた瞬間起き出したら、うん、だからあれでしょ、石村稲垣さ、ブスミとかよりこっちの方がうまくいくってたでしょ、西田がいた方が。なるほどね、うん、消した方がいいのかなと思ったら、そういうことか、うん、むしろいい味出してるよ、一番、うん。じゃあ次俺が振る番か。じゃあシチュエーションを考えたらさ、俺何人か用意しておくからさ、ああその人数によってさ増員するよ。まずメインを決めなきゃ。人を決めるときスマブラのキャラクターセレクトみたいな喋り方言う。